演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。朝日食品のクリーム玄米ブランをいっぱい食べてみたいと思います。いろんな種類あるんですね、これ。なんか初めて知りましたよ、こう、まあ、商品自体は。あの、なんか、なんか期間限定品とかいろいろあるし、どれも本当だ。クリームチーズ、でもこれシンプルなのがないから、どれを基準にしたらいいのか分かんないんですよね。なので、比較的シンプルなこのクリームチーズから食べていきたいと思います。ここに以降はこれをベースにしていきますね。ちょっと開けてみます。おー、開けると同時に中身もさらにこんな風になってるんですね。では、こんな感じで、おっとっと崩れてる、崩れてる。はい、それでは多分全部これを形なんでしょうね。いただきます。このザクザク食感いいですね。ちょっと歯ごたえがあって満足感を得られそうです。で、中のクリームもいい。このカカオだけは周囲のクラッカーにもチョコレート、カカオの風味が練り込まれていて、そこの辺は違いましたね。あとの3つはいずれもシンプルな味のクラッカーを噛むと、中からふわっとメープルの厚さやチーズの先にブルーベリーの甘酸っぱさの感じられるクリームがたっぷりぶわっと広がってました。外側のブラウン生地も噛み応えがあってとっても美味しかったです。失礼。この中だと一番の気づきは甘めで香ばしい香りを感じられたメープルが一番美味しかったですね。というわけで、この白い袋のものに対してはこちらを代表でこちらの点数とさせていただきます。それではまだまだ続けていきますよ。続きましては、この色付きのやつ食べていきますね。さっきのとは違うのか、見た目は変わらないけど、それでは、いちごの色がいいですね。チーズタルト、なんでわざわざタルトにしてるんだろう。ではいただきます。こちらは期間限定品なのかな。いちごの方は大満足だけど、ごまはちょっとな部分があるかな。まずこちらのクリームマイブラムいちごチーズタルトは、噛んだ瞬間にいちごの酸味がふわっと広がりましたね。チーズの酸味はやっぱり酸味がかぶっちゅうのはそんなになって、どちらかというといちごが好きな人向けですね。周囲がザクザクするのでタルトの気分も少しは味わえるかもしれません。やっぱりいちごが好きな方はぜひおすすめできます。こちらのクリーム用のごま仕様は、ごまはそんな取りづらいものっていうイメージでも少なくとも自分の中ではないのですが、こんな風に確かにごまの香ばしさを感じなくなりました。ただなんか繰り返しになりますけど、ごまってそんな取りづらいものかなって思う部分があり、なおかつごまの香りがあるので苦手な方向けというわけでもないので、ちょっと何を狙ってやれてるのかわからない。ごまの栄養素は摂取したいというのは分かるのですが、それならごま油とかでもいいんじゃないのかなと思う部分があったので、ちょっと狙いが分からないのが残念でしたね。で、こちらなので、こちらの色付き2つにつきましては、こちらのいちごタルトをこちらの点数とさせていただきます。それではラストのこの袋タイプ、なんかいろいろありますね。なんかいちごとかチーズは先ほど袋の種類がありましたので、それらにないこちらの抹茶のブラウニーから食べていきたいと思います。おっと、これは一つなんですね。そこからちょっと分厚めです。どんな感じなのか、ではいただきます。こちらはしっとり系なんですね。しっとりとザクザクで好みを分けているといった感じでしょうか。でも自分はやっぱりあっちの方が好みかな。一緒に食べた抹茶味は、一口目を噛んだ瞬間から抹茶の芳香な香りがふわっと広がりましたね。で、ブラウニーなので、ちょっとそ今までの外側のサクサク食感のクラッカーとは違って、ちょっとしっとりとした感じの生地食感になっていますね。なので、サクサクが好きな方は先ほどまでのクラッカー、しっとりが好きな方はこちらのブラウニーで分けるといいですね。
自分はどちらも好きなんですが、どちらかというとさっきのサクサクのが好きだったかな。まあ今食べといてなんです。そしていちごのブラウニー、これもいちごの香りは最初したんですけど、途中はだんだんブラウニーがかってきて、いちごの甘酸っぱさがどっかに行ってしまったのがちょっと残念ですね。ちょっと調和が悪かったかなという気がします。もうちょっといちごを強くしてほしいですね。まあ、さっきいちごタルトを食べたというのはあるのかもしれませんが、そして次のこのチーズのブラウニー、こちらもしっとりとした生地とチーズクリームがよく入っていて、ふわっと酸味が広がってきて爽やかな気持ちになることができて美味しかったです。チーズのクラッカーとかに近い感じかな。それで最後に食べたんです、こちらの塩キャラメルブラウニー。この塩キャラメルもまたキャラメルの甘さがしっかりの口の中に広がっていました。でもキャラメルはさっきのザクザクになかったので、しっとりじゃなくてザクザクでも食べたかったなと思う気持ちはちょっと湧いてきちゃいました。不可能ではないと思いますので、ぜひどうかお願いします。でもこのブラウニーの中ではこの抹茶ブラウニーが一番美味しかったので、こちらを代表でこちらの点数とさせていただきます。それではじゃあブラン朝日のブランシリーズとても美味しかったです。やっぱり朝食にいいかもしれませんね。あとちょっとつまみたい時とか、まあそういうのをイメージして作られた商品なんでしょうけど、もっといろんな味食べてみたいな。それこそ今年一度見れるかな初日の出。まあ初日の出は本当に1年に1回しか見られません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけ、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分永遠。